あ何春あ春ね春だからかいやさ今日あそう今日メールね多分ね送られるの遅かったと思うんだけどさまあ別にそれは朝書いて送れるのが遅れちゃっただけなんだけど。 そう夢ねあのねそう結局書いてないんだけどねあのー、なんかちょっとごめんね口の調子がハートありがとうそうなんかこれ夢の話ね あのー、なんかメールに送ったのはそのまるで VTuber さんの切り抜き動画を見ているような夢だったっていう話、ね、をしたんですよでそれはあのー、そうだったんだよそうだったのでなんかまあ別に悪いことなくて楽しい夢だったんだけどなんかその後多分私メール書いた後そのままもう一回寝たんだよね 午前中昼ぐらいかその後がすげえ夢見ちゃってさ <laughs> 書いてないんだけどなんかおっきいコンサートみたいな感じだったんだよねもうなんか悪夢でしかなかったな ハートま丸ありがとういやもう本当に役務で役務だったんですよね言うことも言いたくもねえ感じだったんですけどうん悲しい悲しかったもうなんか圧倒的ぐちゃぐちゃコンサート もうなんか完全にええー、かいつまんで話すとなんだろうなコンサートではあったんだけども裏で何かしらがすごく動いてて悪の組織的な何かがねそういやあのねそんなねあのー、コンサートで失敗したとかそういうレベルの レベルの悪夢じゃなくて完全に悪夢だったのナイトメアだったのハートありがとういや悪の組織みたいな感じで完全に何か大きなものが動いてたんだよねで私はそれに追われていたわけえみたいなメンバーもねいたんだけどねそれももうどんどん不幸でもう私本当に精神が崩壊するかと思いました だからみんな朝起きた時に朝起きたっていうか昼ぐらいだけど、ね、多分それはツイッターを見てあよかったみんな生きてるっていう謎の謎の安心をね、はあ、よかったそうだよね夢だよねみたいな悪夢でしょこれだけ聞いても悪夢だなって思うでしょうんハートありがとうあとありがとう、はあ、よかったよかった生きてる なりましたねいや嫌な夢ですよ本当に悪夢悪夢悪夢まあでさいやほんいにも,もっとねいろんな話があるんだけどまあそのねね、まあ、生死に関わるような戦いじゃないなあれは自己たちがこうダダダ 組まれていくんだけど <laughs> あの私に怒った身としてはね私に怒った身としてはあのもうみんなどんどん離脱離脱していく中で戦いじゃないんだよねあくまでやってることはコンサートなんだけどみんな離脱していくわけ、まあ、マイルドにしてますよ言い方をちょっと察してくださいね あの私最終的にどうなったかっていうとそのまあのしかもメンバーっていうのも NGT だけじゃなくてもう全体だったの全国の48グループのねメンバーさんも出てるようなコンサートだったのでそこにいる人たちファンの人たちとかはみんな何も知らないのねでメンバーもほとんど何も知らないんだけど私は知ってたのよ何か。 やべえっていうことがそうそうでいろいろ隠れながらコンサートも出てたんだけど最終的に私どうなったかっつうと <laughs> あのスナイパーにですね 左の脇腹の辺りを銃で撃たれるっていう <laughs> え「え待って」みたいな「デューン!」っつって「え待って!」っつって「はっっはははっつって「どうしよう」 辛い悲しいってもう多分コンサート終盤だったんだよねそれがで私はその後ろにはけてさ <laughs> どうしようっつってなんか多分仲間みたいなところに戻ってったんだよね やばいでも銃弾がもしかしたらなんかまだ痛いから体の中に残ってるかもしれないみたいな「あどうしよう」っつってなんか貫通した方が実はいいみたいな話あるじゃないですかそれなぜかそれがね夢の中でねあのあったんすよねなんとかギリギリね生きてたんすよ で治療してもらって銃弾も取り除いてたのか結局貫通してたのか分からんけどまあ生きてたんですよでなんか修理して修理じゃないか <laughs> 言い方としては <laughs> 機械かっつうのあの治療してもらってまあ生きてたんですよねなぜか。 その夜中よ夜中あれは何なんだろうな分かんないけど、まあ、宿泊所みたいなでもホテルとはまた違くてなんか洋館あの洋館ってあの食べる方の洋館じゃなくて洋洋風の開館用洋館うん。で。 そこに泊まるみたいな感じだったんですよね、うん、<laughs> でちょっとちょっとねまって夢だからね前後がおかしいんだけどもそれでどうしたかっていう話ねなんか何かが盗み出されたのよ。 花丸ありがとう,そう何かが盗み出されたんだよねで私はその敵の組織と戦っている身なのかなそれかまあ事情を知ってる身だからやばいっつって追いかけるんだけど私は <laughs> 撃たれてますからそうやばいっつってでなんか家族からの着信 着信って LINE だね家族からの LINE の履歴には「日のまだ帰る準備まだ?」みたいな多分帰る予定だったのか分からんけど「もう私たち帰るからね」って車で帰っちゃうのよう家族は全然知らないのよ私たちのことはでうんと撃たれた状態のまま 悪の組織を追いけけるんだけどまあもちろん間に合わないわけだよね「どうしようどうしよう」みたいな「追いかけなくちゃ」っつってでどうだったかなちょっと待ってこの辺のどうなったかちょっと覚えてないんだけど最終的には結局追いかけることは諦めたんですよいやあんたはさっさと自分で休憩休み 休まないとっわよっつってででも家族の車は帰っちゃったから仲間の車が迎えに来てくれたんだよね北海道に帰るっつってました車 <laughs> 北海道に帰る車で東京だったんだよねその会場自体はそのコンサート会場自体は東京でそっから北海道に帰るって言ってる 車に乗り込んだんんですよ私は乗り込んだっていうか乗せてくれたんだけどなんか高速道路を乗る直前に「あ荷物持ってきてない」みたいな気付いてあ「ごめんこっからくだらなくなりますよ荷物取ってきてないあキャリーケース忘れた」っつって「えっ?」って、ね、それにはお父さんと息子と息子かなお父さんと息子と息子かな かなんかの家族の車だったの。でまあ仲間なんだよね私の。えっつってい今から取りに帰るの大変だけどでもこっから新潟に向かったらもっと時間かかるからっつって一回戻ってキャリーケースを取って新潟に向かうってところで目が覚めました。 あとお父さんっていうのは私のお父さんじゃなくて知らんお父さんですけどちょっと謎でしょ私だから起きた後もちょっとなんかずっとずっと左の左の脇腹左のお腹のあたりがね痛,痛いというか違和感があってねすごい嫌だった以上でございます今日の夢の話 だから何が言いたいかっていうと、まあ、メンバーを失っていったっていうショックとそして私が脇腹で撃たれたっていうのと最後はなんでそんなお家になったのか分かんねえよってところといやねオチ欲しいんだけど <laughs> ちなみにコンサートで全然私その悪の組織に追われてることばかりだから。 曲の予習ができててなくてこれから披露するよっていうところまで曲自体も知らなくて周りを見ながら踊ってたっていうのもありました <laughs> もうなんかずっと今もずっと左の脇腹を押さえてるここここここねここここ <laughs> なんかすごい違和感を感じてあーっつってああ やとなちょっとメンバーの,そのメンバーのメンバーの離脱の話とかもねすごく濃い話が1個あるんですけどちょっとあまりにもショックすぎるからみんなに話したら泣いちゃうかもしれない私も,も辛すぎただから朝起きた時にまあ朝起きた時大体 Twitter を一瞬見て見るんですけど。 その時にいつも通りの平和な世界があったから安心しましたねああお前生きてたんかって言うかもしれない次会った時に悲しいあそう,う NGT のメンバーね あその48グループ全体が開催されるコンサートとは言ったけどもその規模なだけであって別にこう詳しく顔まで出てきたのは NGT のメンバーのしかも何人かだから。 それだだけ鮮明に覚えてる他は覚ええてて他はなないんだなんかまあ夢ってところどころ飛ぶことがあるじゃないねうんだけどそれだけ今でも鮮明に覚えてて「っ!」ていうのがすんげえ覚えてる本当に嫌だあー悲しいてかむしろ私がその夢をさ 夢を見るっていう時点でもうなんかね最近ほんとに最近ほんとにあちなみにねマネージャーさんも何が出てたんだけど <laughs> あの そう一人が悪の組織側の人間なんじゃないかっていうそういうブラフがありましたね実際は違ったんだけどそうショックだったんだあ話したいけどでも話したらみんなにもこの悲しさを伝染させてしまうのはちょっと。 はばかられるんだよなあねその人じゃないんだその人じゃない人なんだけどうん悲しいいや悪の組織かどうかも分かんないんだけどねなんとなく悪い人たちの悪い人たちが側がいるっていうのはあるんですけど。 あなこんな夢見たくないんだがもうやだよ夢なんか夢みんな楽しいんだけど最近本当にいろんな夢を毎日必ず見てるんですよ眠りが浅いのかなもしかしてでその夢をめちゃくちゃ見るんだけどどれもこれもこんな感じなんですよね夢の内容がさ私よくメールもう今大体いい朝のメールは「今日は何日何々の日だって写真今日見た夢は 豪華2本立てとかかそんんななばっかなんだよ <laughs> だってそれなんだもん朝起きた時の考えてることああもしかしたらなんか逆に夢の世界から私をずっと夢を見させようとしてるからずっと眠いのかもしれんいや本当に。 65回で戦ってたんじゃなくてなんか映画の撮影を2本した時があってっていうかそれ自体は全く別なんだけどその日の夜2本夢を見たんだよね日本夢2本って言わないだろうけどまるで映画感覚なんでハートありがとうでそれがさそのオチとして撮影っていうのが。 分かっただけで夢を見ている最中そう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 夢を見ている最中はななんんっっっちゃっていう話だったんですよねなんかその話自体も学校学生だったのよ私ね学生ででなんか同じサークルサークルサークルかなあれ分かんないけどなんかサークルみたいなのに入っていてでそのサークルの活動の中で。 両手に大きい荷物あのさ何ていうのこれキャリーバッグじゃなくてボストンバッグだボストンバッグを両手に持ってビルの65階ま塔、あ、なのかビルなのか分かんないけど中身はビルだったビルの65階に上がるっていうなんかそういうミッションがあったんだよねちょっとそれは意味分かんないんだけどすごくそれは意味分からないんだけど。 でその多分同じクラスであろうまあ男の子はいたんやけどその人と同じサークルなのか係活動なのかちょっと覚えてないんだけどであのー、ビルだから多分クラスごとに2人ずつとかだったんだろうけど。 みんなで両手にボストンバッグを持って塔に上がるっていう夢だったんですよだけどその同級生の男の子同じ係の子はあこれ夢の話ねあのそれに行きたくないとで行かなかったの当日もでちなみにそのその男の子はちゃんと誰かわからなかったじ実際に会ったことはない子で 夢の中での特別出演だったんでですけどでボストンバックにこもって65階トンの65階まで上がって上がった先は何だろうなあれ何なんだろうあれなんか診療所みたいな <laughs> 今時ありそうな感じでなんかワクチンかなんか打ってましたね多分きっと。 ちょっとそこは意味わかんないんですけどでその厳しい厳しい先生が先生っていうか監督みたいなのがいてあそれ撮影の監督じゃなくてあの監督官っていう意味のねおいお前らもっと早くこっちこもってこいみたいないうことをねそうすごい多分多分だけど65階まで行ってそれをやるっていう儀式があったんだと思うその学校の 伝統行事みたいなね多分それをやる係だったんだろうね65階にあのー、大きいボストンバッグ中身知らないけど持って上に上がるっていう。でまあ普通に町とかだったんだけどその他のね同じ係別のクラスの係の子たちと話して大変重かったですねみたいな。でこう少しずつ「おおお前ら先戻っていいぞ」っつって。 また階段をね、65階の分の階段をね下に下がっていくんですよ下がって下がってでちょっとここあんま覚えてないんだけどでコンビニで、ね、ご飯買いに行こうみたいな誰かがい言い出してでコンビニに行くために外に出たらなんか怪物がいたんですよね怪物怪物っていうかこれも敵なんですけど。<laughs> でみんなやばいっつってバーってまるでまるでそれこそ特撮の仮面ライダーかのようなああいう雲のこう散らしたような走り方でみんな「やばいやばい」っつってでなんかこれメールに書いてないけどあのー、服屋さんみたいな <laughs> 商店街にある服屋さんなんかちょっとこう外に。 出札とかって、実際商品も並んでる系の服屋さんが今は閉店していますよっていう今開店してないですよ今クローズドですよっていうのが分かるようなその中に <laughs> 全部分かるかな伝わるかな普段開店中は外にそのマネキンたちを外に出してやってる系の商店街の服屋さんみたいなあるじゃないですかちょっと。 個人営業っぽいねでその服屋さんが閉店してる時に全部中に入れて鍵を閉めるみたいなああいうあるじゃんあのあの閉店している状態今は閉まっている状態の前に追い込まれたんです私があやばいどうしようって言ってちょっと怪物の怪物の姿は覚えてないんだよね怪物の姿覚えてないんだよなまあまあまあそれはいいでしょうでそしたらその時に助けてくれたのが そのレイの同じクラスの同じ係の子だった男の子が助けてくれたっていうへえー、みたいなへえー、あるある展開って思いながら私は思ってましたけど私を守りながらそのその日65階の塔に上がる係はやらなかった男の子が助けに来てくれたわけですねそう 正義の見方です、ね、あのだからねそのイケメンだったとかもねいやイケメンだったらねいいかもしれんけどね顔見てないんだよねわかんないんだよ覚えてないというかそのこと自体がわからないのよねまあいわゆる少女漫画青春バトル漫画あるあるだったんですけどはっつってでそう助けてくれてその後覚えてないな ですけど多分ですけどまあなんか多分帰ったんでしょうね <laughs> 学校に「おう帰るぞ」みたいな感じで帰ったんですけどそのタイミングで「ハ、は、イ、い、カット!」って聞こえるっていう <laughs> それまで私は普通にその「 ヒロイン役なのかなわかんないけどその塔ちゃんと塔の65階までボストンバック2個中身何か知らないけどちゃんと持っていく儀式を終えそしてそのなんかサボり癖があるやつだと思われた人から助けられるという王道展開を終えたヒロイン役だったわけですよね。はいいみたいな でその場に力がいるっていうねそう多分他のシーンで出てくるんでしょうけど「ハイ、はい、カット!」っつってでみんなね「はいどんどん!」つって <laughs> 全体のその撮影感がだもオチなんですよ今まで普通は普通普通になんかの普通にそういうストーリー性のある夢なのかなって思って見てたら実はオチがハイカットだったんですよね。 で制制服服を着たチカナがいてさ多分同じ制服なんだろうね私とねよかったよー」みたいな言ってくるんですよね <laughs> で「あ本当っつってそれで目が覚めるっていうのが目が覚めるっていうか目覚めた記憶はないんだけどそれが1本目だったのね実は撮影だったんですよね謎すぎるけどねだって別に65階のビルに何を運んでたのっていうのとその <laughs>「じゃあ多分だけど」 あでも私が主人公で王子ポジだったのかもしれんけどねその男の子がでもその男の子誰やねんって言いまずね「いやお前は何?」っつって <laughs> よくあるパターンじゃんなんか恋愛漫画とかでさそのえっとなんか普段はすごいけだるげなちょっとヤンキー感のある人が実は正義の味方だったみたいなそういうのよくあるけどあるけどねあるけどお前誰みたいな。 <laughs> いやそうだで、まあ、それは撮影だったわけですよで怪物ちょっと覚えてないんだけどねなんかそういうのがあったそれは撮影っていうオチだったんですよでもう,もう一つその同じ日に似たような似たようなじゃ全然違うんだけど夢を見ましたそれが予告から始まる、まあ、夢だったんだよねなんか映画の予告でさどうやって こっから逃げるにはどうすればいいのおい貸せようどうかー怪物がわーじゃん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 ,じゃんなんとかのなんとかナウオンセールみたいななんかそういうのあるじゃないですか映画の予告でいやそれだったんだけどそれはどちらかというとそれも学生だったのねでなんかそれに関しては多分怪物とかじゃなくて ホラーサススペンスみたたいな感じだったんだっんよねあのー、私その映画見たことないんだけどイメージ的には「かけ狂い」ってまあ漫画でもあるけどあの映画のなんかこうちょっととかライアーゲームみたいなその人と人とが戦う、まあ、デスゲームチックななんかそういうちょっとこう怖い系のやつの予告だったんだよ。でそれも洋館なのか。 ちょっと敷居の高い私立高校みたいな感じでそういう場所のロケーションだったんですねで男女それぞれいて顔はちょっとちゃんと覚えてないですけど多分本当に俳優さん女優さんみたいなそういうのの中ででその夢の事態は予告から始まったのよでそのよでそいろんな人が逃げ回ったりとかガラスの破片を持って。 追いかけたりとかかなんか椅子に座ってあそう覚えてるのはその予告の多分15秒ぐらいから後半ぐらいからいたのが赤い椅子に座って男の子が頭に新聞紙をかけて「あ俺もうこれダメなのかもしんねいみたいな「<laughs> あ俺もうこれダメなのかもしんねいなー」みたいな感じでそこに私が入ってくるんですよね。ななんか後ろ見ながら 追いかけっこしてで画角的には私が通り過ぎた瞬間にガラスの破片が飛んできてそのガラスの破片の上に映画のタイトルが浮かび上がるみたいな書き出されるみたいなそう <laughs> ちょっとじゃ謎でしょいや私もねこんな別にね自分で考えたわけじゃなくて本当に夢で見たんだから。 そのガラスの辺がシュ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 ッてなんかそれこそ手裏剣みたいなでそのガラスのところに何とかな何とかの何とかみたいなちょっとさすがに覚えてないですけど黒と赤文字みたいなので書かれたやつねでそのその「あ俺もうダメかもしんねえ」みたいなところ行ってた部屋から外に出ると裏庭に続いてるんですよ で裏庭が細い道があってなんかさよくあるじゃんこう細い道で周り全部木みたいな木なのか草なのか分かんないけど竹みたいななんかそういうところで私の前に人が一人いてでもう一人女の子がいたのねでその私が高校にいたの後方にいて二人で走って逃げてたんだよね何かからちょっと何かが覚えてないけど。 で私がそのタイトルコールの後にそのまま走ってこけるのキャーっつってで見上げたら前に走っていたはずの多分主人公なのか大事な役どころの子が消えてるわけあっつってあれあれなになにちゃんなんでいないのあれあれっつってそう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  ででその時点で予告は終わってるんですよねでそのままあのー、中戻ってその私立高校なのか洋館なのかちょっと分かんないんだけどまあおっきい庭があったの裏庭の細いところ細い抜け道なんか裏口から入る細い道みたいなところからやってたんだけどそこじゃないおっきい庭で、まあ、撮影クルーとかがいっぱいいたわけ。 でそこにいた一、まあ、人の多分それも男の人なんだけどに「あの女レアリちゃんがいなくなっちゃって」って言って探しに行くっていう夢だったんですけどそれは目の前を走っていた女の子がいなくなるところから本編がスタートなのか。 それとも予告編を撮っていた最中による何かの神隠しによる本当にあった撮影のお話なのかは分からずに夢から覚めてしまいましたどっちなんでしょうか予告から始まるタイプの映画なのかもしれないしね どっちだと思う <laughs> 走っているうちにだからそういうあのー、そういう映画のワンシーンがまあそういう映画の導入なのかそれともそれとも映画を撮っている最中に起きた事故だったのか。 どっちでも面白いですよね。<laughs> なんかしかもなんかエイリアンエイリアンが LED のさクリスマスツリーにつける LED みたいなのあるじゃないですかくるくるくるっていうあの紐みたいなやつあれを引きずっているっていう絵をすごく覚えてて。 そこは当たり前の空間だったのエイリアンがそのカラーの LED を引きずっているその空間を通り抜けて「ねに何さん」「違うかな何にくんあの何々ちゃんがなくなっちゃった」みたいなこと言ってたからちょっと意味わかんないけどちょっと意味わかんないけどその夢を2本立て続けに。 見たた日があったんですよメールに書いたんだけど詳しく言うとそんな感じです結局そのその人そのその私目線いなくなった女の子のその後は知らないんですよね、まあ、夢の話ですよ一応言っとくけどねはあどういう感じになるんでしょうか 丁寧に説明したけど絵で描かないと伝わらないかもしれないねいやもっといっぱいあんだよほんとあとなんか最近どんな夢見たっけな絵で描けるもんだって覚えてんだからさよく覚えてると思う私 <coughs> 夢あと何なのどんな夢見たっけ <laughs> でもすごいよねなんかさ夢に落ちてがついてることって本当になくてその1本目の方の青春バトルものに関しては本当に夢を見てる最中は実際の私が夢を見てるのかまあ 夢見てる時は夢だって認識はしないから私が本当に起きてる出来事だと思ってたんだけど実は撮影だったっていうねあポケモン」が出てくるこれはねありますよこれも先日見た夢なんですけどあのライブハウスでライブをしてるっていう夢なんだけどざっくり言うとね その2部構成で NGT が2部で1部は私の知り合い本当に実際いる子なんだけど実際いる子の歌手やってる子が出てくる一部で2部が NGT っていうやつだったんだけどまあ別にそれはなんか怖い話とかじゃなくて楽屋裏をただただいる楽屋裏にただただいるっていうそういう夢だったんだけど。 その一部の子が終わって帰ってくるまではちゃんと見てたんだけどその後急に飛んでねあの2部ののの NGT ライブのところは全然記憶にないんですよ <laughs> 全然記憶になくて終わって Twitter でエゴサなのかそれとも普通にツイートするためにツイートを見てたのか分かんないんだけども Twitter タ,タイムラインってあるじゃないですか一番最初に開くとホーム画面で出てくるやつフォロワーさんとかが。 フォ,ローうんフォローしている人たちとかのツイートが出てくるやつね。あれでなんかみんな雲んか足の長い雲気持ち悪いでしょ足の長い雲かつ千と千尋のかまじいってわかる地下にいるこう,こういう黒い眼鏡かけて。 人あんな感じのポケモンみたいな姿でみんなその画像を載せて「すんげえ流行ってんのトレンド入りしてるんか」みたいな感じでみんなタイムラインそれで「えな何これ?」っていうところで目が覚めましたちょっと意味かんないですけどね これも絵描けますけどねえどういう流行りって思いながらそそそそ座りながらツイッターを見ているところはすごく覚えてますね意味わかるんないでしょう <laughs> いやほんとねいやまあ夢の話ってさ人に話しててもさ意味わからないこと多いじゃないですかね当の六の65階に上るなんて意味わかんないからね まだ,だ,けどだけどここまで覚えてるのってなかなか珍しいとは思いますけれどもうんねいやだから普通の夢見ないんだよね普通の夢なんかね幸せな夢を見たいんですけど <laughs> うんあ地元のことバーに行く夢ね <laughs> バーに行く夢ねそれもね意味分かんなかったけどねその埼玉の方に帰ったんだよ多分二十歳を超えてね同窓会かなんかで帰った夢を見たんだけどその別にさ私そんなに友達が多いわけじゃないんで知り合いだし普通にお話できるけど別に仲良くもないみたいなそういう人って多いじゃないですか。 なんかそういうような人たちがすごいいっぱい出てきたのがその時の夢でねなんかご飯を食べたりバーに行ったりするっていうそ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 う謎ですけどちなみにその時に私はなぜか生誕ティーを着てたんですよね。 生誕って言う来てうましたねすごく意味わかんないですけどあ,あ今年の黒のやつね <laughs> うんねえちょっとそれ以外は別にそんな面白い話なかったかななんか普通にご飯食べたてか人が鮮明だったその時の夢はそんなストーリー性はないてか夢にストーリー性求めてんのも意味わかんないけどね ストーリー性といえば昔あったななんかほっきいんかテスト会場がなんか握手会会場って天井高いじゃん握手会会場みたいなところでテストを受けるっていう夢を見たんですよちょっと詳しくも覚えてないんだけどなんかそれも人と誰か戦ってたな私なんか夢の中でいつも誰かと戦ってんだよな <laughs> うん 戦ってるみたいなテストって言っても学力テストとかじゃなくてなんかもうちょっと違うテストだったんだよ紙に書くものではあったアンケートみたいなそう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 いや夢めっちゃ見るよね <laughs> まあゲームとかの影響は少なからずあるんだろうけどもだとしても夢の ラストで「ハイカット!」っていうゲームは私今まで見たことはないので <laughs> あまりにもねちょっと面白すぎますけどどんどん夢の中で新作が生まれていくいつか夢短編集とかできるかもしれんなうん さんびっくりしちゃうよ私がすごい妄想夢女みたいになっちゃうじゃん夢女ってまあ実際夢女子っていう言葉がありますけどねうんなん本当に怖い夢っていうのはめちゃくちゃ見たことはあるんだけどねその今日見たそのめちゃくちゃメンバーがみんな離脱していく夢っていうのもだいぶグロテスクというか怖かったんですけど なんか他にもいろんな怖い夢はあるね追いかけられたりとかねあそれも本当に嫌だったなぁとかあと何なんだっけどな人に見つかるとプリテンダー流れるとかもまあまあ最近ショールーム見てる人はよく聞くけどうん。ね。 うんちょっと左の脇腹押さえたくなるな <laughs> 違和感がずっとあるやだーどうしよううん <laughs> うっさ流れるのおもろいよねグッバイっつってゲームオーバーみたいな,なんか <laughs> ゲームオーバーっていうバイオハザードのなんか急に真っ暗になるまっ、ま、急,急なんかどんどん グレーにななるみたいいそういうよッバイヒューゲームオーブラって書いてあるようなそ,う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 そのあと空を飛ぶっていうのもありますけどなんか他には夢の国ディズニーランドみたいな場所でゲームみたいなゲームっていうのもそのえっと デジタルじゃなくてまあ逃走中に近いようなそういうちょっと人が参加型のゲームみたいなのをやったりとかも昔見たことがあるしそういう夢もあとどんな夢見たことあるかななんかあのー、学校で追いかけられる夢とかも見たことあるし衣装を変える夢これもホラーだったけどとかあと何だっけななんかパッと思い浮かばないけどさすがにさすがにね <laughs> さすがに思い浮かばないけど。なんかそんな夢ばっか見ますね。妹と。遊園地に行く夢とかも見でございますね。遊園地に行く夢って言ってるけど、遊園地に到着する前に目が覚めました。本当に遊園地に行く前までの夢でしたね。あれは。道中の夢とか。<laughs> なんかなんか優しい夢見させて。 花畑とかね <laughs> あーみたいな白いワンピース着てくるくる回ってる夢とか見れたらいいんだけど絶対その後で何か起きるからね「でキュんつって後ろから槍で刺されたりとかしそう,う思想がおかしいんだよなあとおかしいあ <laughs> とおかしいあ <laughs> とお,<か> <laughs> おかしいんだよななんか嫌だなちょっと優しい夢見たい もちろん夢を見ない日とかも今までにあったんだけどまあ覚えてない日とかね覚えてる日もあるもちろんあるんだけどにしてもですよねうんまあだからできるだけメールの夢日記は続けていこうかなと <laughs> あの その日テンションが低い時は悪夢を見た日ですね。うん。 楽しんでいただけてるのは何より理解できないと思うけどまあそこが夢の夢日記ですからねまあでも夢日記つけてるとなんか不幸なこと起こるって前聞いたことあるけどなそれってあれなんだっけなんか別にそういう迷信なんだっけあんなかったっけそういうの。 よいしょまあでもね夢夢夢日記精神が不安定になるっていう書かれてるけどねまあそれは人によるでしょう 夢理由とかにしようかなうん夢を見る理由は諸説ある人間は普段の生活で起きた出来事や脳に蓄積されたあらゆる情報を整理するために夢を見る脳内にたまった過去の記憶や直近の記憶が結びつきそれらが睡眠時に処理されストーリーとなって映像化したものが夢本当にだとしたら私これから。 脇腹を銃で撃たれることになるんだけど <laughs> しかもコンサート中にスナイパーで痛いっつって <laughs> いやあのそれはまだゲームにそういう要素があるからまあ理解はできるんだけど理解はできるんだよ理解はできるんだけど塔の65階に登るのは一番意味わかんないよね。 おんかお腹の調子が悪くなるかもしれないけどもでも過去の記憶か別に過去の記憶にな人に守られたこと別にないもんな敵と戦って人に守られたことも目の前を走っている女の子が突然消えることも過去の記憶にないからうん謎ですね まあでも今後も私の夢をもろって思いながら見ようドラマを見てるようなつもりで見ますだからちゃんと覚えてると嬉しいなもうもちろん忘れたこともあるけどね65階回でどう認識したのかというとビルってこうこういうらせん階段みたいになるじゃんで階になると壁にさ 1回とか2回とかって書かれるじゃん2回って書かれるじゃんそれが65回だったのうん「糖は人生における理想や目指すものの象徴」あそうなんだ 何を目指してるんだろう 変なの <laughs> 今後も夢についての観察はしていこうと思うまあ夢を日記つつするとさメールだけど夢を日記にするとこう後から見返した時に結構私記憶力はそんなに悪い方じゃないからさ何かいいひかけらでも残しとくと「あこの時の!」って分かったりするわけ。夢忘れるけどねだだんだん だから今多分話してるようなことも1か月後2か月後ぐらいは多分覚えてないんだよ自分で話してることだからだけど人から聞いたっていうタイプの逆にみんなの方が覚えてると思うんだ充電がなくなるって音を上げてきたショールームがショールームじゃない携帯が。 まあまあまあでもでもでも三村はよく夢を見るっていうのを覚えてくれたら <laughs> なんかディ,ディオディオじゃないジョジョみたいになったなんだっけジョジョでそういうセリフあったよね <laughs> あれジョジョでそういうセリフあったよねなんだっけあ戻った戻った戻った あれ。どこから聞こえてた、今。どこから聞こえた、みんな聞こえてる。あのー。もう一回、もう一回同じことやるね。そう、今ショールームがね。あのー、ショールームじゃない、携帯が。充電がないですって。<laughs> 徐々から。突然じゃない、あのー。そう、二十パーしかないですっていうのを。 報告してきたから止まっっちゃったんだけどまあそうだから今日何が言いたいかっていうとそうそう「三村は夢を見る」っていうのを <laughs> あのみんな知ってもらえるとって言った時点でなんかそういえばそういうの徐々にあったなみたいな <laughs> 三村ひのは夢を見るっていうのを理解してもらえればいいなって言った時に「そうそう徐々にそういうセリフあったような気がする」って言ったらみんなが帰ってきてたみたいですね。 なんかなかったっけそういうのあるよねジョルノジョルノジョバなんだっけのだっけあるよねちょっと待って あこのジョルノ・ジョバーナには夢があるか <laughs> いやちょっと似たような五感だったっていうだけですねジョジョなー見たいんだよなちゃんとたまにしか実家でパパが見てる時にたまに後ろで見てたりするだけだからだから私今後あもうジョジになっちゃった今後なんか夢と私が 混合でで怖いんですよねなんかめっちゃ夢の侵食がすごいというかリアルすぎてだから今後もしかしたら私記憶にないこと言うかもしれないけどその時は夢の話ですきっとだからみんな気をつけてください <laughs> はいということで今日も一日お仕事学校部活家事育児その他もろもろお疲れ様でした それでは皆さんまた明日おやすみブラバイバイ